ハイキビ。ハイキビパニコムラペンズエルはイネカの雑草の一つ。日本本土では分布の少ない海岸性の植物である。世界的に葉十歳の悪い雑草としてよく知られる。ハイキビはキビ属植物の一つ。地下によく発達した地下茎を走らせる。葉をつける茎は上向きに伸びて、先端にまばらな果樹をつける。 それほど背丈は高くならないが、地下系でよく広がる。日本本土では、南岸沿いのわずかな地域に生息するのみで、いずれも海岸の湿った地に生育する野草である。だが、世界的には、熱帯から亜熱帯域に広く分布し、あちこちで厄介な雑草として知られる。日本でも、沖縄では広く畑作の雑草であり、特に砂糖きび畑で被害が大きい。 また侵略的遺入種として、在来の生態系に及ぼす影響も大きいものとされる。英名をトーピードグラス、魚雷の草という。これは地下系先端が鋭く尖っており、魚雷を思わせるためである。地下茎が発達した多年生の総本。匍匐系は長く、地下を這い、時には数メートルにも達する。 そのところどころに丸く飛行した節が数個樹上に繋がる。地下系の節からは直立する茎を単独に生じて、高さは四十から百センチメートル、単緑色で滑らか、やや艶がある。直立する茎はほとんど分子せず、その節ごとに葉をつけるが、直立系の花法では、葉は幼少のみで幼心が発達せず、幼心は上の方にだけ出る。葉心は、 長さ8から20センチメートル、幅は5から8ミリメートルで、葉の表面にまばらに、短い毛がある。幼少は縁にだけ毛があり、端端は高さ0.3ミ、mm、リメートル、で縁に一列の毛がある。花期は9月から10月で、茎の先端から出る、塩水果汁は直立して生じ、高さ15から25センチメートル、即死は、花の時期にはやや開くが、その前後にはほぼ上向きに伸びる。 枝はややザラつき、まばらにコボをつける。コボは長大円型で、先端は尖る。長さ2.5ミ、mm、リメートルで、単緑色だが時に淡く、紫が乗る。第一方へは、長さが、コボの1、5から1、4で、鈍い三角形、コボの基部を大きく取り巻く。第二方へは紙質で七脈を持ち、コボと同調。第一小花の森へは、第二方へとほぼ同じ。 第二小花の森 A は、小母の長さの3、4、角質で平滑で白く光沢がある。その円は内側にある同質の内 A を抱える。なお、花期については、世界的には特に決まっておらず、ひながと、加賀形成との関係では中性植物、つまり、生育期間であれば、いつでも花を作れる。日本では、四国南部、九州南部から、琉球列島に分布する。 ただし、一般の図鑑に記述がないが、本州でも紀伊半島南部から若干の記録がある。四国での分布も4箇所に過ぎない。藤井はまた、日本における南方系の植物の分布について論じ、本州南岸から南西諸島と伊豆小笠原の両側に分布が伸びるものと南西諸島側にのみ伸びるものがあるといい、校舎には太平洋側に伸びるタイプと日本海側を、 北上するものがあるという。本種のそれは、太平洋岸を通信、北上するタイプと述べている。同様に、紀伊半島を北限とするものとして、島猿なしや島行きかずら、袴かずら等を挙げ、これらの分布に最近新しい発見があることについては絶滅危惧種調査が盛んになったことで、調査行き届くようになったためと推察している。世界的には、 世界中の熱帯から団体に広く分布しているものである。タイプ標本はヨーロッパ産であるが広い地域にわたって移入されたと考えられており、その起源については不明である。北、アメリカでの分布については古くには在来とする判断もあったが、旧熱帯から導入されたものとの見解もあり、判断が分かれる。ただ、北アメリカ南部において、 この種が侵略的傾向が強いことは認められる。他に北アフリカ、地中海周辺地域、オーストラリア、アジアから知られる。北、アメリカで最も古い標本は1876年のものである。フロリダでは1932年が最も古い記録である。その分布の高緯度方向及び高標高方向の限界は、寒冷な季節の長さによる 日本本土における生育環境は海岸の砂浜である。本州の産地である那智勝浦町のそれも砂浜であり、工房芝、千賀や小松よ、イグサと混成し、部分的に純軍落となっていたよし。九州では例えば、垂水や有明町では、川口域や海岸の遠征湿地に廃棄美群落が優先し、大隅半島でも類似の環境に見られるとのこと。 沖縄においては、廃棄日は、県内全域において、山の、原の農耕地に広く発生し、農地の雑草としても重視される。ただ、海岸に多いのも確かで、例えば、下差し側では、マングローブ周辺のサワースズの冷え群落の近辺で、廃棄日が優先することがある旨の記述がある。世界的に見ると、その生育環境の範囲は、かなり広い。 ロンランドエアルは、この種の生育環境について、湿気があるか、水を含んだ砂地や、有機物に富む土壌に生育するが、乾燥した高い土地にも生育する。中略出現する場所としては、湿気のある砂浜や、小湖の海岸線、砂丘の上に広がり、砂丘の中の湿地、故障の水着は、水路や溝、干潟や水面とかき、いずれにせよ、湿った環境に関わって、 最も頻繁に見られるとする。なお、この植物は多感作用を有する可能性がある。室内実験でいくつかの植物の種子発芽を阻害するとの結果が得られている。また、この種はある程度の塩分耐性を持ち、海水の塩分濃度の半分程度で成長は大きく制限されるが、低濃度の場合、塩分がない場合よりよ,りよく成長するとの実験結果もある。 この種は多年生で地下茎が発達するので、それによる無性生殖が盛んで、同時に本を出して花をつける。しかし、地下茎による無性生殖が広範囲に見られるのに対して、種子形成による優生生殖はかなり限定的であるらしい。沖縄本島周辺においては、奥村田は種子による繁殖は行われていないらしいと判断している。 それによると、この地域で得られたものでは、小房に含まれる小花の中で、正常な構造を有したものは13%に過ぎず、それ以外のものでは、構造の対価や萎縮などが見られ、また正常な小花ではそうでないものより、中等や死亡が小さい傾向があった。また、花粉では調査した全てが不燃であったよし。これは日本に限った話ではなく、 台湾においても有効な種子が観察されず、ジャワでは種子そのものが発見されなかった報告がある。北、アメリカでも種子の発芽が確認できなかった事例などがあり、有性生殖が極めて限定的にしか行われていないことが考えられる。ただし種子形成が確認された例もあり、少数ながら有性生殖が行われていることもまた確かのようである。日本本土では、 南方系の希少種であり、学問上重要なものとみなされている。高知県で絶滅危惧愛類、大分県で純絶滅危惧種に指定されており、他に愛媛県で情報不足のカテゴリーで取り上げられている。それ以南では多くの地域で雑草である。それでも世界の一部地域では在来野草として資料に利用される例もある。アメリカでも当初は、 牛の飼料に使われたこともあるが、栄養的には他の牧草より劣っていることが後に示された。また、海岸水辺の砂を安定させ、あるいは水の多い時期に水田周辺の泥を安定確保する効果がある。沖縄県においては、二十歳の雑草として重要である。特に砂糖きび畑での被害が大きい。これについては口述する。北、アメリカでは、例えば、 ゴルフコースの芝生を荒らす雑草として嫌われる。この種が侵入すると、バミューダグラス、行儀芝族の生産を2年で40%も減少させる。この種は温暖な地域で芝生に使われる除草剤の大部分に抵抗性を示す。この種を枯れ草剤グリホサートで管理することについていくつもの報告が出ている。また、侵略的移入種として生態系に 大きな影響を及ぼす点でも注目されている。沖縄では、ハイキビは、サトウキビ畑の重要な雑草である。実験的には、サトウキビの初期生育において、ハイキビを除去しなかった場合、サトウキビの草丈の成長、吐かず、地下根群等の量が大きく抑制され、分血系の茎数では、最大で80%もの減少となった。ハイキビは、地下系が、 よく発達するのが一つの特徴であるが、砂糖キビ畑では、約8割が地下2 0トルまでに集中するものの、4 0トルの、そうでも5.5%の存在があった。またトラクターで、後期再度した場合も2節、内子3節を含む断片となるに過ぎず、それらは発芽して新たな増殖源となる。その発芽も地下4 0トルまでは可能である。つまり、 トラクターやクワで耕しても根茎を取り去ることは不可能であること、さらに重機雲母等を用いて70センチメートルまで掘り返したとしても最下層にあるものが上層に出て発芽する可能性が高いことなどを挙げて、この植物を除去することの困難さを指摘している。また、土地改良や造園事業においては、この種の地下系の混入した旗土を移動させることで、 この種の被害を広げる結果となっている。北アメリカ南部では、本種は水際の生態系において、最も広範囲に進出している外来種の一つといった評価があり、その管理が問題となっている。例えば、フロリダのオキーチョビー湖では、数千ヘクタールもの水際とそれに接する水面や、近隣区域の在来植生が、この種によって置き換えられている。結果として、 スポーツフィッシングについてはそれに公的な条件の場所を大きく減少させ、またその水中での酸素を減少させることでも悪影響を与えている。この種の増殖を抑えるのは機械的方法でも科学的方法でも難しく、生物的な方法も見るべきものが見つかっていない。多くの節足動物がその群落に発見されるが得意的なものがいない。それに、 他の作物に被害を与えるカメムシ目などの昆虫が多く生息しており、その面でも問題となりうる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。